えー、ケンズ・オールドさん。えー、外録チャンネルで武井さんの人生のいろんな経験を見させていただきました。野球のコーチになったお話は、金ちゃん球団に入った時の技とか、本当にすごいと思いました。そういったことはどういった感じで考えてるんですか発想の種というか考えを知りたいですだって、まあ。とにかく発想は、僕の何か人生で進む先を決める発想は、やりたいこととか楽しいこととか、ただそれだけでは絶対決めないっていう 世の中で本当に需要が高くて自分がその能力を持っていたら確実に将来自分の人生が豊かになって、まあ、経済的価値も手に入れられそうだなと思うものをまずは手に入れるっていうことが最初の考え方で道を選ぶんですけどで選んで例えばその入団テストだったりとか、まあ、芸能入るときとかもそうだしその業界に入るときに 先に考えることは、まあ、まずどうやったらその業界にスムーズにあの侵入するためのドアを開けるのか。で、そのドアが開く鍵は何なのか。で、そのドアを開く鍵を手に入れるためには何をするべきなのかっていうことを、とにかくいくつかパターンを持って考えて、で、全部トライしてみるっていう。で、鍵が開かなかったらもう諦める。あ,あ、無理なんだな、この業界って言って諦める。そういう 諦めもたくさんしてるんで。で、鍵が開いたところに、あの、そういうショートカト時間をかけずに、ショートカットしてドアを開けられる鍵を手に入れるのが僕の考え方なんで,で、その鍵が開かねえな、この業界と思ったら、もうスッといなくなりました。はい。あの、気にせず、余計な時間を使わない2年も3年も頑張ってダメだったじゃなくて、もう最初にこの辺の鍵をカチャッと開けてもらって、 ショートカットさせてもらえないんだったら、3年かけてそこにたどり着く価値はあんまないなとか。だったら、他何に3年かけたその価値より高いものがあるかなって、他の業界探していろいろアプローチして、とにかく、はい、あの、早くその何かアクションが起こせる業界を、いくつもいくつもトライしてて、鍵開いたところからカチャって入りに行くんで、人よりもいいルートを 早めに手に入れるってことができてるんだろうなと思います。でもみんな最初の一般受付の入り口から入ろうとするじゃないですか。だからそれだとやっぱみんな入ってそこから入るから時間かかるんですよ。あの先の次のドアに進むのに。うん、でもなんかほら、ファストパスとかさ、そういうなんかところがあったら、そういうのないですかってまずは聞くし、 探すししそうういいったところにににもういる人にアクセスしに行きますよだから芸能界でも芸能人に先に会いに行きましたし芸能界に入って芸能人と知り合う前に芸能人がいる場所に行って芸能人が興味湧く人になって、はあ、そこにアクセスして芸能人の話聞いて テレビで共演しなくても芸能人たちと時間を過ごしてたんで、はあ、テレビで出した時も芸能人に慣れてたから緊張もあんましなかったし、おしゃべりもその人たちとして、みんなが俺のこと知ってるから話も,っても振ってもらえたし、楽な状態でデビューしてるんで、とにかく、はあ、そういうドアを、業界に入るドアを開くのに時間をかけないっていうことを一番、はあ、重視して考えてます。マリリンさん200円ありがとう。